はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ココアです。今回も第五人格ジャンク戦実況解説やっていきたいと思います。さあ、マップは M 長。マップの変装は最使用兵記憶芸師担当者となっています。ショートワープ、ハーカーに飛んだところを一撃しっかりと与えることができました。ここはね、ワープを壊さずに、ワープ入って先回りしようと思ったんですが、まあ見られてましたね。ここはまあしっかりと、まあそんなに距離は開かなかったので、ここはクローム城でしっかりと倒していきたいところです。さあ、特質は感謝。さあ、こう感謝を置いたタイミングで、まさかの乗り越えをしてくれたので、しっかりとダウンを取ることができました。しかも、恐怖の一撃ですので、しっかりと、存在感もね、もらうことができました。上下にとって存在感をもらえるってだいぶ、大きいことなんですよね。傲慢だったら、まあ、傲慢でも美味しいと思うんですが、まあ、傲慢ね、しっかりと存在感もらえたことを嬉しく思います。さあ、炭鉱者に指名手配がついたので、しっかりと炭鉱者に負傷を与えておきましょう。今回、指名手配採用しております。前回、動画で紹介した人格と同じ人格ですね。さあ、ここで極芸師にも一撃与えることができました。今回はですね、この人格を使うにあたって、この人格はですね、ダブルダウン。まあ、大事ではあるんですが、取れたらラッキー程度で思っています。まあ、それよりもね、指名手配ついてるサバイバーに一撃、救助者に一撃っていうのを、まあ、しっかりとしたい人格ではありますね。さあ、ここはクロム城なので、しっかりと近道をする形の、いたわりをしていきます。さあ、ここで早めのダウンを取ることができましたね。さあ、今回暗号機残り4台なんですが、まあ、これ暗号機多分、極芸師が今指名手配ついたんですが、これ立て直ししてるんですよね、極芸師と担当者。で、今回、この暗号機残り4台っていう数なんですが、まあ、しっかりとですね、炭鉱者と極芸師に一撃ずつ与えることによって、解読遅延につながってるんですよね、相当。この試合展開だと、まあ、極芸師、傭兵の方、まあ、今回救助できなかったんですが、救助されたとしても、暗号機全然進んでいないので、まあ、祭祀の方をね、まあ、安全に飛ばすことができます。なので、立て直しをされるっていう、まあ、立て直しをするサバイバーの方もうまいんですが、まあ、立て直しをさせるようなね、立ち回りをしっかりとしていくことが、まあ、指名手配軸大事になってくると思います。さあ、ここ、今回の、まあ、見どころポイントでもありますよね。見どころポイントで、肘当ての行く手をね、少し塞ぐんですよね。肘当ての行く手を少し塞ぐことによって、傭兵の肘当ての軌道を少しずらすことで、一撃今回ね、肘当てが狂って与えることができました。こういう細かなポイントとかも、まあ随時、ちょっとね、テクニックとして紹介できたらなって思います。さあ、ここは傭兵の方はダウン取りたかったんですが、まあ取れそうにないので、ここはしっかりと極芸師にターゲットをチェンジしましょう。ここで負傷をまた重ねることによって、傭兵の方も回復が遅くなりますし、回復も暗号機残り4台で全然回ってないです。なのでね、ここから暗号機、まあ、どんどん開く前に、極芸師の方をダウン取れたらなって思うんですが、まあ、ちょっとね、墓のチェイス、極芸師強いので、ここはターゲットを変えていきましょう。全体負荷をかけていきましょう。って思ったんですが、その時の私は思ったんですが、まあ、極芸師の方がね、ここを感謝反応しながらもずっと回していたんで、ここはもうダウン取っちゃおうと思って、クローム城でしっかりと追っていきます。さあ、この黒玉をしっかりと避けて、いたわりの早いクローム城でしっかりと追っていきましょう。さあ、ベルを当てても墓間は板がないので、ここはしっかりとダウンを取ることができましたね。ここの進んでいる暗号機のところにも、まあ、寄せることができているので、まあ、今回は救助狩りの強いこの椅子に釣りましたが、まあ、墓に近くに釣れているっていうのも、まあ、だいぶいいポイントではあります。さあ、感謝をしっかりと2方向に置いて、どこから来るのか予想していきましょう。傭兵の方は救助に来てましたね。さあ、ダブルダウンしっかりと取りたいところなんですが、まあ、最悪取れなくてもいいかなといったところです。まあ、負傷を増やすだけでもね、全然次の傭兵の救助が来れないっていうだけでも、担当者は9採用されているはずなので、まあ今回ね、担当者9採用なので、ここは救助に次来たとしても、まあ、即トンネルをできる。極芸師の即トンネルができるということで、まあここはしっかりと一撃を与えることができたんですが、
まあ感謝はやっぱ強いですね。感謝でしっかりと反応していたので、傭兵もダウンを取ることができました。これでまあ実質ダブルダウンですね。副芸士の方も見失わなかったので、これはもう相当いい試合展開なのかなと思います。やっぱりスングル暗号機に寄せてるっていうのが一番でかいですね。さあここは担当者1で上げてきましたが、墓がラストの暗号機なので、まあ全然ね、今回極芸士の方と担当者の方で、回復をし合っていたせいでですね、墓の暗号機も開いていないですし、やっぱり回復をさせる、立て直させるっていう暗号機遅延はやっぱり暗号機遅延の中でも一番強い行動なのかなと思います。今回そのおかげで、暗号機も回っていないですし、やっぱり武将を増やすっていうことはね、ちょっと強い行為ですよね。暗号機遅延がやっぱり相当すごいです。さあここは担当者の方もしっかりとダウンを取ることができました。極芸士の方もこれで飛びなので、ここの、墓の暗号機をですねしっかりと守っていけば、まあもう通電させることなく勝つことができるんじゃないかなっていうところです。さあこれで極芸士の方は飛び、傭兵の方もここを解読していたので、しっかりと一撃与えていきましょう。さあため攻撃でしっかりとダウンを取って、これで対戦ありがとうございましたですかね。これで極芸士の方ではなく担当者の方を釣りに行こうとしたら投稿してくれました。対戦ありがとうございました。今回の動画は、負傷を増やすことによって、まあ、得られるメリットということでね、動画を撮らせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。